ってことでね、とりあえずね、今ね、笠上駅ってとこに来ました。橿原市らしいんですけどね、とりあえずここでね、からちょっと歩いたところに、満喫が、開発クラブがあるんでね、そこで、とりあえずね、予約はできない、ちょっと先着順にはなるらしいんですけど、今のところ空いてるらしいんで、ちょっと急いでそっちの方に向かっていこうと思います。あんまりちょっと言うてみたら時間がないな。ここでね、今ね、埋まっちゃいましたって言われたらね、本当に野宿しかないですからね、多分。この辺り多分他に何もないでしょうからね。よいしょ。で、これも、渡って、南側の方に行きたいし。とりあえず、こっち見ただけなんでね、私も、ほぼほぼ山間に行きますけど、こっちはこっちで会社とかだよね。よいしょ。ここからね、幹線湖のある方に橋を渡っていったらいいみたいです。これですね。すみませんね、ちょっとね。ここに来て、本当にちょっと暑いですからね。よいしょ。ちょっと、早足。お客さんもね、結構乗ってましたしね、もう夜11、もう10時ですからね、さすがにあんまりバーバーとね、やることもできずだったんですけど、とりあえずね、ここら辺はね、東西南北が分かりやすいんですよね。道が結構東西南北にスッスッスッと乗ってるの。おっと、こういうとこ来た。それは怪しいですよね。この時間にこんなところをね、カメラ持った男がね、歩いとったらね、よいしょ、地元の人はびっくりしますよね。しかも結構速い足で歩いてますからね。とりあえずここはもう行き止まりかな。そうね、ずっと南の方に向かっていってはいいみたいですけど、まあ何も見えないですよね、これ。なんか小川が流れてるみたいですけどね、全然何も分かりませんよね。さあ、何か全く勝手に分からないところですからね、車でもこの辺りなんて走ったことがない。お、なんか動いてるな。おお、分断か。あれですかね、試運転ですかね。定期的にね、やっぱりディーゼルエンジンあったまらないとね、エンジンがね、いざ緊急出動するときにね、あれかからなくなったわーっていうんじゃいけませんからね、ああやって定期的に動かしに来るんですよね、分断団員の方がね。まあ年末ですしね、まあでも年末ね、普通ながらね、お休みのところね、ありがたいことですね。ごめんなさい、あんまり気づいたことも言えないですよ。こっちの方が出てると思うんですよね。よいしょ。そう、東西南北ばかりですし、南北にストーンとね、近鉄線が通って、そういうのに沿ってね、道も本当にね、土南北に走ってますからね、その道をずっとね、南側に行けばいいというだけどね、結構ほんとね、こうまとめになってるんですよね、この辺り。どこまで行ってもどこですかね、やっぱりこの建物ですね。よいしょ。で、まあまあ距離があるはずなんですよ。どっかでね、もう一本幹線道路の方に入らないといけないはずなんですけどね。色々明かりがついてますよね。あそこにね、幹線道路がある、いわゆる労働線なんですよね、今から行くところ。まあそれもあってね、みかんもまあ安いんですよね。
多分ね、2000円ぐらい、2000円以内でね、いけるのかな、鍵付き防音個室でも。うん、あ、そういえば、うちの前で鍵付き防音個室じゃなくて、鍵付き個室っていう名前に変わってましたね。全部。まあ、完全な防音じゃないからということですよね。カラオケルームとは、ちょっと勝手が違うと。ということで、そうなったんでしょうか。すごいです。人らしか。えらいごっつい名前ですね。反射してみないですけど、キトラジカっていうらしいですね。首が立ってるかどうか分かりませんけどね。あとはなんとなくね、キコシカか。コっていう言い方なのかもしれませんね。カツヤとかが出てきて。幹線道路にぶち当たるでしょ。これでこれね、国道24号線ね、この通り沿いにあるのかな。あ、見えた。もうこういう看板か、キラッと見えましたね。なんかやっぱ歩くと距離はありますが、まあしかし歩いていけない距離でもないと言えるんじゃないでしょうか。道中だいぶ暗いですけどね、多分もっとずっと街道に沿ってね、歩いた方のが多分分かりやすいかもしれません。もう一本多分橋がね、北の筋にあるはずなんですけどね。あ、道中、コンビニとかもいろいろあるんですね。そう、快活クラブはね、もちろん自由なんですよね。鍵付き個室は飲食はできないですけど、もうとりあえずこの時パッと食べさせてもらってね、それでいいんじゃないかなと思ってます。あー、もう冬です。そうですね、これあたりのパーランボトタイムなんですけど、全部本店みたいに見えますよね。あの本店に見えたとおり、ここから梶原なんですね。こっちからパーランボトタイムなんですね。ちょうどここで分かれるんですね。橋原アンナマークなんですね。よいしょ、見えないから暗かったですからね。よし、おありましたね。よし、ちょっととりあえずね、必需品だけね買ってね、ローソンで買ってきます。ちょうどローソンあった、いい位置にありますね。よし、ということで、ついついね動画撮影忘れて歩いてきちゃいましたけどね、これね、さっきの動画がどうなると、もうすぐですけど、ここにね、カラオケ屋さんに出てくると、これがコート大中、開拓クラブね、というところで、さあ、あとは席の確保です。よいしょ。はい、ということでね、なんとか無事部屋確保しました。鍵付き防音個室のね、こんな感じね、フラットなところ、よかった。いや、もし広いですね。知らなかったんですけど、店内飲食ね、飲食にしようと思ってたんですけど、そういうふうに言うと、買ってきたやつはいいらしいです。買ってきた飲み物のためにみんなここで飲食していいらしいですけど、この店で提供するですね、ここでカップルを注文してっていうやつは、ここで食べちゃダメなんですってね。多分これ、あれですね、旅館営業とかそっちの方になってしまうってことなんでしょうね、風営法のね、あれっていうので。そうそう、あれ、ややこしいですよ。まあ、変な話、お役所の、法的解釈云々のところだけですからね、お役所が人もつけられたらおしまいっていうね。まあ、そんなん任せてよね、本当に。そんなんよくありますよ。うん。ということで、ちょっと買ってきたのね、食べながらちょっと言わないと思いますけど。まあ、よかった。とりあえずね、おかしい休めますわ。先に。シャワー浴びてくるかな。だいぶ汗かきましたからね。よいしょ。まあ、さてね、シャワー浴びようかなと思ったけど、今満室でしたんでね、シャワーの方が。
まあちょっとね晩酌しながらね、まあ本当は温めたらいいんですけどね、さすがにねちょっと電池とかがねないみたいなんで、電車も引いたら止まってるから大丈夫かなって、それじゃねお酒もありますしね、とりあえず一杯やりながらね、まあ各種ね各種確認で、まあじゃあここですね、私何も知らなかったからね、慌ててねもうね1、2部屋しかないかもしれないと思ってね、まあちょっと早足でだいぶ早足で来ましたけどね、結構焦るとこですけど、今来てみたらすごくこれ駆けつけ防音コストの部屋があるんですね、通風路は全部駆け、駆けつけ防音コストの人って逆に同室席とかすごい少ないんですよ、マスター席とかも置いてないらしいです、そういう意味ではすごく生きてますよね、よいしょよいしょ、こっちは上だってことなんでしょうね、ですがここが意外と寝ないのかもしれませんね、駅からちょっと歩かないといけませんけど、料金はね料金出るかこんな感じですね、まあ、抜けたらいいですよね、ちょっとね、鍵とか個室とかでね、なんか時間パックで、平日で1680円ですから、これは相当格安です、ね、駅中の方行ったら週末で内装パックもなくて、この前ね、3500円とかね、してましたからね、半額近くです、これだったらね、いいです、それで鍵付き防音室でこの広さですからね、もう今靴脱いで靴下脱いで完全に寝れますからね、いいことだったね、いやこれいいですね、今だから言いますけどね、昨日泊まった満喫足の幅がね、もう本当にこんもできないくらいねカツカツだったんですよ、だったんでね本当にねちょっと買っていただいてなるぐらいのところでしたんでね、ちなみに他の人どうやって寝てるのかなと思って、ね、あんま覗き込めなくないですけどね、しっかりと確認してみたら、あの時計に突破して寝てましたね、そっちの方が寝やすいんだよねっていうことで、まさかここまでそれの心配をしたら僕ぶらけと思い出してくれてます、結構もう寝る気のままですけど、ちょっとシャワーを浴びたいなと思うんで、後でまた様子を見に行こうと思います、で買ったものをね、とりあえず戦利品をねお伝えしておきます、これね、